おはようございます。はい、おはようございます。どうも。今日も、土曜日ですが、正義の味方はないということで、一人でやっていただけるということで。ああ、正義のは味い。方ないのね。なんか、甲子園が、もう終わってんのにないのね。そうですね。そういえば、昨日終わりましたもんね。なんか、暑かったのですかね。東京はとか言って。いや、東少しは和らぎましたけど、暑いは暑いで京。す。ゲリラ豪雨どうとですかなってたり。か。ああ。私は北海道の、北部と東部に行ってたんで、非常に涼しいですね。涼しかったですそうね。ですか。そりゃ涼しいですよね。それと、だいぶ違うんだよ。やっぱり、北海道の北部と東部っていうのは、だいぶまだ違いますね。違いますか。そうですか。まあ、あれですよ。北海道の500キロ以上、あれかな。車で走りまくりましたよ。若いですね。500もちキロろん、車って。もちろんレンタカーだけど。すごいです。500キロ走ったんですね、車。もう北海道の道ってさ、全部が高速道路みたいだからさ、全然わかんないね、もうまあ、ね。確かにそうですね。ずっずっととまっす信ぐで号がすないし。し、まっすぐでね、高速道路みたいな道ばっかりだ。そうですよね。そうですか。あんなとこで高速道路作っても乗る人いねえだろうなと思っちゃって。確かにそうですね。じゃあもうまあ、そりゃいいですね、涼しくて。いい涼し気くて象。は良かったけど、美味しいもんばっかり食っちゃったから、ちょっと体重増えちゃったよ。またお医者さんに 言われるよ、また美言わ味しいれちゃいもんます食って。お酒はなるべく飲まないようにしたんだけど、美味しいね。もの食って温泉を入ってるばっかりだけど、まあね、そうですそうか。いう、そういう。そういうこと。それで、ちなみに、下界っていうか、一般の世の中は何が話題になってるんですか？ やっぱり総裁選 ですああ、か総裁選ですか。ね。ああ。小泉さんが出るような感じにもあなってきまして。で、出るだろうな。まあ、そうするとあれだね。まあ、ちょっと、この番組でも小林さんの話したけどさ、小そうで林すさんね。の話さらにさ、追加いろいろしとくとさ、追加っていうか、あの時言ったのの、まあ、ちょっと背景なんだけどね。自民党内の緊縮の方の、部会にずっと、議連に属してたよって言ったけれど、おっしゃってましたね。それは何かっていうと、令和臨調っていうのがあってね。で、あれなんだよ。で、知ってる人は知ってるんだけど、令和臨調っていうのはもう、超党派でやってるって格好してるんだけど、中に財務省がいて、もうコテコテなんだよ。それで、令和臨調に入ってるから、実はね、これはね、その後ね、自民党の積極議連っていうのがあってね、積極議連の、幹部から聞いたんだけどさ、積極議連の方に、小林さんを入れようと思って何回もね、アプローチしたんだって。それは絶対入らないって、入らなかったですよ。そうなんですね。もうそう。完全だじゃから、向こうの手そうのそう、人令な和んで臨す調ね。に入ってて、積極議連に入んなかったってことは、まああれだよ、私の見立て通りなんだけどさ。そうですで、ね。令和臨調に入ってたのはちょっと知ってたんだけど、積極議連の方には入ってなかったのを知ってたんだけど、それで積極議連の方でアプローチしたんだけど、入らなかったということが、わざわいうざアことプでローすチね。があったのに。なる何ほ回ど。かしたけどね、全部断られたって言ってたよ。そうですか。じゃあもう完全にそっち側の人なんですね。それでね、まあほら、読売が推してるって言ったでしょ？読売が推してるのはその通りで、今日の朝の、読売も、まあ、小林さんばっかりずっと報道してんだよね。生出演させてね。それでね、読売推しで言ってんのは、まあ、あれなんだよね。まあ、財務省がってことがあるんだけど、ちょっと個人的にはあれだよね。彼、開成高校なんだよね。そうなんですね。岸田さんと同じなんだよね。それで、開成っていうとね、もう鍋つねがね、開成のね、帯会を、まあ、牛耳ってるから、そういうつながりもありますね。そんで、な結と構、こで。ほぼ完璧に 緊縮なんだけどね。そうですか。
ただし、表に出さないで、だいぶ、表向き軌道修正してるらしいっていう話だけど、まあ、根っこは違そううですね。だいぶ、テレビのインタビューとかでも、もう経済をなんとかするみたいなことをな。あ、言っそれてはましね、たそれはみんなで言ってんだよ。それはね。ね、公式見解なんだよ。経済、財政で経済っていうのは、政府の今の公式見解でもあるの。だじからゃあ、それは大そ事ので公す。式見解話やってるだけで、なんか騙されちゃいけませんね。そういうことですね。なるほど。そうでだからすか。小泉ジュニアも出るんだろうな。もう、ほぼ30日にでも記者会見出でるんだ言うんろじゃうないな。かって話になってますそうね。すると、あれだね、まあ、小泉ジュニアと、まあ、こう小林さんと、それとあと、まあ、高市さんの高市さん争も、いになるんだろうな。なるだろうと。一応 NHK のニュースだと、河野さんが26日に発表するんじゃないかと。石破さんも、発表するんじゃないかと、今そうね。日、って言っておりました。そうね。そうすると、それに、河野さんと、まあ、石破さんを足した5人っていうのが核になるんだろうな、おそらくな。そうなんですね。でも、そのうちに、で、あえて順番つけるとすると、まあ、あれだよな、人気とかで思ったら、まあ、小泉さんだよ。もう間違いなく。そう小で泉すさんか。が、あれだよそうね、ですね。本命になる。それで、2番手が多分高市さんじゃないかな。そう。で、3番手になるのが、まあ、石破さんか小林さんだろうな、おそらくな。そうででも、すだね。から、でも、小泉さんっていう高市さん、それとあと、まあ、もし小林さんっていうのが、核になると、もうみんな親身を求めてるってことだよ。そうですね。だっ確て、か多に。分ね、40歳代の初とかね、それとあとね、女性初とかいう女性ふうな初と話か。でさ、まあでもその中で経験値はさ、圧倒的に高市さんが高いんだけどね。確かにそうですね。で、経験値っていうと石破さんも高いんだけど、石破さんは全然親身度がないんだよないですね。もう5回目、6回目ですか。5回目、5回目。5回目そか。れで、だから、まあ、本命小泉、対抗高市、大穴、穴が、石破、大穴が、あれだよね、小林、そんな感じになるわな。そうですか。そうなんです。青山さんもなんか立候補したいっね、出てるっやってぱ言って言ってね、ま、まあ、今まで出るって言ってたのかなと思ってたんだけど、記者会見してなかったんだな。そうですね。一応出るってことになったけど、でも今日のいろんな報道を見てると、本当は出るって言ってる人12人、青山さんを含めて12人いるはずなんだけど、11人でまだ青山さんは覗かれてるね。そうですよね。覗かれちゃってますよね。青山さん入れると石破さん落っこっちゃうんだよ。まあ、この間言ってたやつですね。そう。だから、青山さんをなんか排除する理由をいろいろ考えてんじゃないかな。参議院だからとかそういう理由ですか。それはちょっとひどいよね。日中は青山さんを入れて調査しなきゃダメなんだけど、それはそうですよね。青山さんを入れて石破さん確実に落っこっちゃうからな。そういうことです。新鮮味で言うと、別に青山さんは新鮮味はありますよね、そういう意味で言うと。新鮮味っていうと、初顔といえば初顔なんだけど、まあ、男でと、やっぱり若い。そこが、新鮮度は若い。若いか女性。どちらかなんだよ。まあ、そうですね。そうなってくると、おのずとって感じはしますね。まあ、でもその他に、河野さんなんか実はもう新鮮度も若くもないし、なんもないなんし、か出てるかあんまりないんだな。そうですね、ないですそうね。すると、ひょっとすると、河野さんは、麻生派が推すらしいんだけど、でも、あれだよね、麻生派が見切りつけちゃうと、と、出られなくなって高市さんに乗っちゃう可能性はあるかもしれないなって気がするけどね。まだあるんですね、そこは。まあ、そこはね、薄いけどね。だって小泉ジュニアが出たらさ、これはもうほら、もう菅さんの天下になるからな。麻生さんとしてはそれは嫌だってことですか。それはやだろうな。それで今挙げた要するに、人ね。小泉ジュニア、それで、まあ、対抗高いし、
それはい。で、穴があれでな、石破、石大破。穴が小林って、全は部、い。麻生さん絡んでないんだよあ、なるほど。な。そうか。そうですね。はい。そそうですね。そりう。ゃ、麻生さんとしては、なんとかしないととはなりますね。そうはなんい。だよ。うん。絡んでないんだよな。そうですね。だからこれからまだ9月12日が告示だけどね、告示がまああれだよね、本当に誰が立つかはっきりするんだけどさ、それまで一山二山三山もあるんじゃないかな。まだまだこれで落ち着かない感あじるでよ、す今のね。段階で決まらないよ ね。そりゃそうあですね。と、そうね、3週間ぐらいあるんだからね。まだまだですもんね。まだまだだよ、これからだよ。もう、なんていうかな、推薦人の引き抜き合いってのもあるしさ、ここれれかで、ら引き抜けないスキャンダルも出てくるし。そうですよね。楽しみであるよね、いろいろとね。楽しみです。こうなるとちょっとやっぱり、面白いのが、立民の代表選がすっかりいや、霞んでそしれはまっね、ているという。もうないよ。だって、立民の代表選さ、何、枝野さんが立ったでしょ？さん、はい。それで、今で、度、野田さんも立つんでしょ？そうですそね。れで、あと、泉さんでしょ？はい、はい。全も然、もう、親身とかそういうのから、全部ないじゃう。そうですね。まるで逆行してってますね。ん。はい。これでさ、ほら、立民はさ、今までさ、ほら、ジェンダーと女性とかそういうのすごい言ってんのにさ、女性候補もいねえんじゃない？ そう、ダ言っメじてるゃ割に ん。言っそうですてね。て出ないんじゃダメじゃない。そうですね。本当そうですよね。他にちょっと名前が上がってんだと、まあ、江田健二さんとか、それとあと、江田さん。まあ、馬渕そうで純す優ね。さんでしょ？女性じゃみんないじゃん。な、みんそうなでそれ、すね。親身も何にもないじゃん。ないですね。まあ、経験俺も値は結多い人は多いけど。構、いや、もうなんか、政権取る気まるでないって感じはしますよ これ、ちょっと、だって自民党やね。方やさ、あれじゃない、フレッシュな若い男性か女性ってことでしょ？そうですね。で、それで、立民の方は、まあ、はっきり言えばじじいばっかりじゃん。これ無理だよ。もうどうしようもない、勝負にならないですね。もう政策の中身以前にもう見てくれんところでアウトじゃない。本当そうですね。本当そうですね。もうだちょっからと。もうちょっとさ、絵面とかちょっと考えないとさ、そうですね。本当そうですね。答えやっぱりをも40代の男か女性なのに、答えはで、60以まあ、上のじじいじゃ話にならんだろ。話にならない。まあ、もう人材がいないってこともあるんでしょうけど。そうですよね。やっぱりこういう時にあれだよね。人材が、そうなったら出てくるよね。そうですね、確かに。まあ、でもあれだよね。まあ、大変な、自民党の総裁選になりそうで、もう、そうですね。政策が強いなんて言ってんだけど、まあ、どういう方向に強いかが問題だけどね、私なんか見るとまあ、ね、確かに。そうです緊ね。縮の方に強い人はあんまりいらないよ。と思います。ちょっとじゃあ、小泉さんの評価は今度別の動画で収録でお願いできればと。そうですね、小泉さんの評価、まだ出るか出ないかってはっきり言ってないんでしょ？まあ、ほぼまあ、ほぼ出る感じになってますけどね。で、ほぼほぼ出る感じだけど、まだ表明っていうのは正して式なにいんは、で。そうですね。30日っていうのは報道されてますね。ありがとうございます。はい、それじゃあまたその次ございにまおす。願いします。はい。今日はありがとうございました。はい、はい、どうも。はい。